ダイナミックなエクステリアが好評のハイウェイスター S ハイブリッドをベースとした特別仕様車。人気のオプション装備を標準装備とし、専用の内外装パーツを採用することで一層洗練されたモデルへと進化。今回は日産セレナハイウェイスター S ハイブリッドエアロモードのご紹介です。長さ 4780mm、 幅 1735mm、 高さ 1865mm。 外装にはエアロモードの専用装備としてダーククロムグリルを採用。さらにフロントプロテクターを標準装備することで力強い存在感を放っています。ヘッドランプには人気の高いキセノンヘッドランプを採用。タイヤホイールは16インチアルミホイール。バックに光る S ハイブリッドエンブレムがよりスタイリッシュな雰囲気をまとっています。ヘッドランプは LED ライトを採用。ハイビームアシスト機能を搭載しており、前方を明るい光でしっかりと照らします。リアコンビネーションランプには LED を採用。周囲に自社の存在をしっかりと知らせます。キーはインテリジェントキーを採用。リモコン操作で離れた場所から全ドアの解錠・施錠が行えます。またポケットやバッグなどキーを身近に携帯していれば、ドアハンドルを軽く握るだけで解錠、センサー部分に触れるだけで施錠が行えます。ドアハンドル部分のワンタッチスイッチを押すと、ボタンを押すだけで簡単にスライドドアのオート開閉を行うことができます。またインテリジェントキーのリモコン操作や運転席スイッチでもスライドドアの開閉が可能です。それでは内装を見ていきましょう。シートは黒を基調としたジャガード織りを採用した高級感のあるデザイン。室内は全体的に黒をベースに、シルバーの加色を施したインテリアは上質で落ち着いた雰囲気を演出しています。インパネ中央右側にパワースイッチを配置。ブレーキペダルをしっかりと踏み込んだ状態でパワースイッチを押すと、メーター内の走行可能表示灯が点灯し、走行できる状態になります。ステアリング右側には一定速度での走行を支援する ASCD オートスピードコントロールの操作スイッチがあります。車速の設定や機能のオンオフの切り替え操作をすることができます。ステアリング左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ、その反対側に方向指示器、ライトスイッチがあります。ステアリング下にはオートスライドドアのメインスイッチを配置。自動開閉機能のオンオフを切り替えることができます。運転席エアコン吹き出し口の左下にはさまざまなスイッチがあります。車両情報ディスプレイ内の平均燃費や走行時間などの画面切り替えと選択・決定を行うスイッチ。走行距離を表示するトリップメーターの切り替えとリセットを行うスイッチ。メーター照明の明るさを調整するイルミネーションコントロールスイッチ。イルミネーションコントロールスイッチの下には運転席から後席左右のスライドドアを開閉する運転席スイッチ。その隣には急発進・急加速を抑えたエコドライブをサポートするエコドライブモードの機能を起動・停止するスイッチを配置。インパネ中央部には純正ナビゲーションシステムを採用。画面タッチパネルとコントロールパネルスイッチでの操作が可能です。エアコン部分はオートデュアルエアコンを採用。
中央のモニターで設定状況を確認できます。セレクトレバーはストレート式。レバーを上部に入れバックポジションに切り替えると、バックビューモニターの映像が映し出され、駐車時の運転を支援してくれます。セレクトレバー上部には小物を置ける収納スペースがあり、小さいながらも十分な奥行きがあります。助手席前にはアッパーボックスの収納スペースがあります。グローブボックスは車検証などを入れても十分なスペースを確保。グローブボックス右上には ETC ユニットも搭載しています。助手席と運転席の間にはスマートマルチセンターシートを配置。ストラップを引いてシートを倒すと、上部は物を置けるフラットなトレイ式です。さらに後席からも使いやすい位置にカップホルダーも備えています。運転席側の小さなノブを引き、蓋を開けるとティッシュボックスを収納できるスペースとなっています。スマートマルチセンターシートの前面部分のみを引き出すことで、アームレストとして利用することも可能です。セレクトレバー下の取っ手を引き出すと、収納式のカップホルダーが備わっています。カップホルダー下には小さな収納スペースがあります。運転席アッパーボックスを持ち上げると収納スペースになっています。運転席ステアリング右下にはポケット式の小さな収納スペースもあります。サンバイザー裏側には助手席運転席ともにバニティミラーがついています。マップランプはフロントシート天井部に設置、明るい光で車内を照らします。フロントドアにはエアロモード専用のグロスブラックのパワーウィンドウスイッチフィニッシャーを採用。細部へのこだわりが光ります。下部にはペットボトルの入るドアカップホルダーがついています。パワースライドドアを開けると広々とした室内空間が用意されています。フロントシート裏側に折りたたみ式のテーブルを装着。カップホルダーもついており、長距離の運転でも快適に過ごすことができます。助手席側のシート裏側には雑誌などを収納できるシートバックポケットがついています。セカンドシート左右にはロールサンシェードを設置、上方向に引き出し上部のフックに固定することができます。セカンドシート側部のレバーで背もたれ部分を前面に倒し、前後へスライドすることでサードシートへの乗り降りも簡単。シート横側にある横スライドレバーを引くことで、セカンドシート中央にウォークインスペースを作ることも可能です。運転席側のセカンドシートクッション下部にはシートアンダーボックスがあり、修理キットなどの収納を行うことができます。サードシートは左右にボトルホルダーとポケット式の収納スペースがあります。ラゲッジルームは荷物の出し入れのしやすさを考えられた大きな開口部となっています。高さがあり、ゴルフバッグなどの収納も可能です。ラゲッジボードを持ち上げると十分な広さの収納スペースを確保できます。サードシートは分割で倒すことが可能。青色のストラップを引き、シート脚部のロックを解除することで背もたれを前に倒すことができます。窓側にシートを折りたたみ、側面のフックにシートを固定することで、さらに広い荷室スペースを確保できます。
室内空間の広さや使い勝手の良さに加え、エアロモードならではのスタイリッシュで魅力的な装備を採用した特別仕様モデル、日産セレナハイウェイスター S ハイブリッドエアロモードのご紹介でした。